ございます。釣り子 TV です。今日の釣り子 TV はお正月に手に入れたこれ。ノリーズ。ね。福袋に入っていたですね、フカベイト。これをですね、細かく見ていきたいと思います。というわけで、まあ早速開けていきたいと思うんですけど、まずね、このね、ケース。ね。こんな感じで、あ、ここにいろいろ書いてありますね。サイズ、122mm で、ウェイトは 35g だよっていうことで書いてあって、で、結構ね、こう裏にびっしりとね、こういろいろと書いてあるんですけども、じゃあ早速開けていきたいと思います。ちなみにですね、こちらは足立区にあるプロショップ、マニアックスのね、目玉の福袋ね、フカベイト入りっていうね、福袋を買ったところ中に入っていたということで、はい、じゃあね、早速開けていきたいと思いますよ。はーい、あーね、丁寧なね、この傷がつかないように発泡スチロールなんかがこう針をね、固定していて、で、ノリーズと明石ブランドのコラボレーションルアー、ね、ウッドのトップウォータールアーということですよ。じゃあね、早速出していきたいと思います。あー、うわ、綺麗ですね。こんなピッカピカですよ。で、どんな感じのね、うわー、すごい丁寧な、こんな感じのね、ボディが傷つかないような発泡スチロールで守られていて、もうね、こう自分の体温で曇りが出ちゃうぐらい、でもね、ほんとツルツル。はい、まず上、はあ、こんな感じで、でね、特徴的な目があって愛がこういう感じですね。なんかこうちょっとくぼんでいてね、オフセットされた感じで、こんな感じで愛がね、まずついていて、で、ここね、あー、特徴的なね、貼り付けるためのリグがね、あって、で、ネジ2本でね、支持されていますね。で、後ろの方はこんな感じ。そして気になるのがね、このブレード、こうね、ボディ全体があって、そんでブレードがここについているっていうことで、で、まだね、もちろんこれ投げていないんですけども、事前にあのいろいろ出ているですね、動画なんかを見てね、説明とかね、いろいろ見てきたんですけども、こう投げてペンシルベイトみたいにドッグウォークさせるルアーではなくて、愛字引きのようにこうね、ゆっくり引いてくる。で、その際にですね、この特注の巨大なね、シングルコロラドのブレードが左右にブラン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 して、それによってこうふわ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 ね、ふか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 独特な波紋を出して、周りにこう丸い波紋を幾重にも出して、なんか水面で弱った何かがうごめいてるなーっていう、そういう波紋を出すことによって、下からふーっパッってね、食いつくっていうね、こういうことみたいなんですよね。そういったトップウォータープラグってね、使ったことないんで、早速ね、ちょっと使うのが楽しみなんですけども、まだね、ちょっと今1月なので、メインにこういったのが効くのはね、5月とかそこら辺になってくるんじゃないかな、まあ半年も先じゃないかなって思っちゃうんですけども、まあその前にね、ちょっとね、いろいろと試してみたいシチュエーションがあるので、結構ね、寒い時期からせっかく手に入れたんで、積極的にね、投入していこうかななんていう風に考えております。こんな感じのルアーね。で、まあパッケージにこう 35g だよっていうの書いてあるんですけども、実際にね、このブレードとかついて、あ、何 g ぐらいなのかね、ちょっと測っておきたいと思います。はい、ゼロね。ノリーズ明石ブランドのコラボルアー、フカベイト、これは何 g でしょうか。
はいはいはい、まあいろいろね、この多分シングルの、ね、ブレードとか針とかいろいろつけて、実際には 41.2g っていうことみたいですね。だからどうですかね、ジョイクロとか普段ね、あのオリジナルサイズのジョイクロとかを投げているような、そんな竿で使えばいいのかなとか、まあトップウォーターだからちょっとノリのいい竿がいいのかなとかね、いろいろと想像は膨らみますが、まあ何にしてもね、なくしたくはないので、ちょっと PE ラインとか太めのやつですね、それで丈夫めな竿で組んで投げてみようかな。で、まあゆっくり巻くっていうことなんで、ローギアの、そうですね、まあノリゼ田辺のりおさんということなんで、せっかく買ったカルカッタコンクエスト DC200 とかね、そういった感じのねリールで投げてみたいななんていう風に考えておりますが、で裏に説明書きが確かいろいろと書いてあったんで、あ、いろいろ書いてありますね。ちょっとね読んでいきたいと思いますね。深ベイト、水面に意識を向けてもルアーを見破ってしまう狡猾なビッグバスをも水面まで引きつけて食わせてしまう驚くべきトップウォータープラグ深ベイト、選び抜かれたウッド素材、専用設計の深ブレード、そして究極の縦波動を生み出すためのバランスを追求した特殊デザインボディ、もちろん吸い込むような弱いバイトでもしっかりフッキングするためのフック位置からサイズに至るまで実地を通して作り込まれたハイレベルな仕上がり、圧倒的な集魚力と超過で縦波動 IG 系というカテゴリーの代表作として新たな世界観を創造しますということで、まあその他にはね、針には十分注意してくださいとかね、そういった感じのね説明書きがこの裏にはびっしりと書かれているんですけども、カラーはリアルブラックっていうことで、で、これね説明の動画とかいろいろ見てきたら、このね、あ、これってノリーズのあのなんかスピナーベイトシリーズにあるブレードなのかなと思いきや、ここ見てください、これフカって書いてあるね、こうやってということで、このね専用の特注のブレードみたいですね、このフカブレード、これをスピナーベイトにつけても、あ、全然動かないよなんていう風にね、動画でおっしゃっていたので、もうねこのフカベイト専用にこのテーパーがつけられて、ね、こんな感じの見えるかな、独特な、で何にしろ巨大このね特注ブレードと、あーとここもねあのボールベアリングのいいねスイベルで接続されてますね、まあ、こんな部品ね、まあ、高級ルアーなんで、ここら辺が相まって、これがブランブラン、ブランブラン、くる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 とね、気持ちよく動いてくれるのかなっていうね。で、この目も、ね、なんとなくの目ではなくて、まあ、これが目印になって、こう自分と整体した状態でしっかりとどこら辺にどういう感じでね、いるかっていうのを見るための、こう目印にもなる。で、そんな感じの意味合いの目みたいですね。この目にも意味があるし、ボディ素材にも意味があるし、で、動画で見たら伊藤匠さんなんかは、このフックをですね、大型の、もうちょっと大きめのフックなのかな、流儀のですね、ピアストレブルとかにね、こう、ブルータルだったかな、2番、確かね、そういったのに変えてやっていたので、まあ、ここら辺はその自分でふかふかしてみて、お気に入りの針に変更する、なんていうこともありみたいですよ。ちょっとね、自分まずこの針で使ってみて、で、伊藤プロ、推奨のフックなんかもね、ちょうど在庫で持っているので、まあ、そんなのにも付け替えて使ってみようかな、なんていうふうに思いますが、まあこれね結構買えないな、しばらくはちょっと無理だななんて思っていたんですけども、ちょうどねもう間もなくあのフィッシングショー、名前を改めて釣りフェスティバルが始まりますけども、このフカベイトが出てきたらね、ちょうど去年のあのフィッシングショーシーズンですよね、あそこであのノリーズブースにこうルアーが、まあ竿がずらーっと並んでいて、で上にこれから出るかもみたいな感じのルアーがポン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 って置かれていたんですけど、その中でひときわ異彩を放つというか、なんだこれみたいな感じでね、これがいたんですよね。で、まあ、いつ出るんだろう、いつ出るんだろうと思ったらね、こんな感じで、まあ、2019のね、年末頃でしたけどね、出てくれたっていうことで、ちょっとね、これから、
まあスローにゆっくりね波動で誘うね、感じ、縦波動なんていう風に言ってたんで、具体的にはね結構3月なんかの暴走リザーバーのこう一発目ね、雨とかで浅いところに魚がね深いところからこうバッてね上に刺した瞬間とかもこれ効くんじゃないかななんていう風に思うんで、まあまずそこら辺で投げてみたいのと、あとねちょっとね今年はねあったかいところに行く計画があるので、真冬もねちょっとね動きなんかを見つつここで使ってみたいなっていうところがいくつか頭の中に浮かんでるんで、もしね釣れたらねあの実況動画の方でご紹介していければななんていう風に思うんですけど、まずはねこうねちょっと開封してどんな感じのルアーなのかね、ちょっといじり倒してみました。というわけで、本日の釣りこう TV はこちら、お正月のですねこれは目玉だぞっていうね福袋で運よくね手に入れることができた、ノリーズ×アカシブランドのね気になるルアー深ベイト、これをじっくり見てみて、こういった動画でした。はい、釣りこう TV でした。